はい皆さんこんにちは、中村貴子です。スッキリ卓券で40点突破。本日は第37回目ですね。直前期、必ず見直しておきたい8つの動画、こういう内容でお送りしていきたいと思います。 で、あの、中村きょうチャンネルですね、あの、今年2024年、まあ、本試験に向けてですね、まあ、いろんなこのアドバイスといいますか、えー、今日は37回目ですから、36本のね、動画を提供してきたわけです。で、あの、まあ、2023年版になりますけどね、このテキストに、ま、寄り添った形でですね、読者サポート講義。読者サポート講義って言いながら、読者じゃない方が利用してるのも結構、まあ、若干尺ではあるんですが、まあ、まあ、まあご利用いただいて、まあ、合格していただければいいですよ。で、あの、まあ、テキストの解説をしたりとかですね、それからまあ、あの、いろんなあの、なかなか皆さん 皆さんが、ね、気づかないような、えー、初めて勉強している方では気づかないようなです、ねまあ、ところをお送りしてきたわけですが、まあ、その中でも特に8本、えー、ちょっと選びましてです、ねまあ、直前期、えー、ぜひ見ていただきたいとで、もちろんね、自信があるよということであれば構わないんですが、なかなか漏れがちになるところについて、えー、もしかしたら見,見逃していることもあるかもしれませんので,です、ねえー、ご紹介していきたいということになります。 はいえー、最初はですね、登記ですよね、であの今年はです、ね、あの相続登記、登、ま、記、あ、苦手な方、結構多いんですよね、不動産登記、苦手な方多いんですが、えーまあ、今年に関してはあの相続登記の大きな改正がありましたんで、まああの、ここから出るんではないかな、ただ、あの4つの足全部がです、ね、相続登記ってことはないと思います。でそれ以外にもです、ねまあ、あの何か絡めてくる で、まずは相続登記のところをしっかりやりましょうということで、えー、法改正ということで、えー、お送りしてます。これぜひご確認ください。それから今、あの、身がですね、あの、信託の登記。で、相続の登記とですね、まあ、それ以外の何でしょうね。 まああのなんでしょうね、あの1ヶ月以内に表題登記をするんだとかです、ね、まあ、それからなんでしょうね、えー、なんだろうな、表題登記してから保存登記なんだとかですね、それからまあ共同申請が原則なんだけど、例えばその相続だったら単独申請できるんだ、まあこういうのはです、ね、ペラペラ言っても大丈夫ですね、こういうのはです、ねまあ、あのそんなに困らない、迷わないと思うんですね、であの迷うとしたら、これ、信託の登記のところ、これはあの実は簡単なんですが、結構苦手意識を持つ方が多いもんですから、うん、うん、見た見た大丈夫。 あそこも大丈夫なんだよっていう方は、まあいいです。見なくていいんですが、まあそうでない方はぜひ確認してください。ってことね。あの、登記、ぜひ一問取りに行きましょう。あの、権利関係ね、あの、出るとこ決まってるわけですから、借地借や区分所有、相続、それから不動産登記ですね。ここを取りこぼさないということが大変大事になります。 それから、宅建予法、これはあのとにかくです、ね、あの前半やるんだということをお話しております。で、あのちょっとややこしいところということで,です、ねあの、皆さん方からも結構好評だったんですが、あの結核中のややこしいところということで、あのまあ、知ってるかなと思いつつ出したんですが、えー、これやっぱりです、ね、誤解されてる方、多いと言いますかね、盲点になっているみたいなところです、まあ。詳しい内容は動画見ていただきたいんですが。 ねえー、三大悪事の、えー、なんでしょうね、処分逃れの廃業のところの、まあえー、引っ掛け問題みたいなところですね、解説しております。で右の方が悪い業者の政令使用人は悪い人って、まあ、これも三大悪事の話なんですが、何、あのー、でしょうね、政令使用人が、うん、悪い人、まあ、結核自由のですね、あのあの会社で政令使用人 とか、役員、まあ、役員とえばいいでしょうか。会社で役員が結核中だと、その会社も結核中ですね。早くして言ってますけど、わかりますよね。政令使用人が結核中でも、その会社も結核中ですね。で、三大薬事の場合、えー、っと、三大薬事で免許取り消しになった会社の役員も、えー、結核中ですね。でも、政令使用人はそうじゃないですよねって。 あの早口言ってますが、分かる方はもうそれでいいです。まあ、そうでない方はです、ねまあ、ぜひご確認ください。あのここもです、ね、あの直前期になって、えー、よく分かんないんですって方いらっしゃってです、ね、まあ、何が嫌だかっていうと、あのー、ちょっと分かんないところがあると、他県法全体が難しく感じちゃうんですね。だからその、えー、ちょっとした、あのーまあ、誤解というか、ちょっとした気づきがあればですね。 ま、自信を持っているところ、ま、あの、直前期ですから、自信を持って臨む、特に宅建業法はもう大丈夫だと思って臨むことが大事ですから、まあ、ぜひご確認いただければと思います。わかっているという方は、そのまま進んでくださって結構です。それから次ですね。これがですね、あの、今回37本作っておりますが、今年ですね、えー、まあ、あの、今までの、のち、ちょっとあの、まあ、なんていうかね、リ,リニューアルといいますか、あの、全く新作じゃないのもありますけども、 今年作った中では一番の自信作といいますかです、ね、これどうだみたいなです、ねえー、ものなんですね、まあ、ご覧になっていただくと分かると思うんですが、本当たった1時の違いなんですね。 たった一時の違いで、正、え、誤、ー、は分かれるというかですね、で、あの我々我々と私も建築は別に専門じゃないですが、から見ると、ですねそんな細かいところって感じがするんですが、まあ、実は建築やってる方からするとこれは、これとこれは全然違うんだよっていうところがですね、まあ、ですから試験員の方も建築の専門の方が、まあ、出題されるでしょうから、まあ、当然のごとく出してくる、で、あのーね、時々、あの先生のテキストに書いてあった通りやったんですけど、間違ってるんですみたいな、あの間違っちゃったんです。いやいやや それ一時違うからみたいなね、あの今分かります <laughs> あの、えー、っと自分の間違いにすら気づかない人もいますので、まあ、ぜひこれあのご覧いただければと思います。で、あのここに関してはです、ね、分かっている方も、先ほどの宅建議本のところは分かってればいいんですが、この建築基準法のところはです、ね、あの分かっているという方も一度見直してください。えー、それをお勧めします。その上で、えー、関連するところですね。あのー 現地地方の関連するところ、防火規制とか、うん、憲兵率のようなところの、ねまあ、周辺地金ももう一度、まあ、さらうといいますか、復習する、それをぜひお勧めしたいと思います。 それから、<laughs> 法令上の制限でですね、やっぱりあの、開発許可は2段階で考えよう。これテキストにもですね、しつこくしつこく書いてあって、フローチャート載せてるし、まあ、加問でも結構出てるんで、まあ、有名なところかなと思うんですが、まあ、意外にですね、引っかかっちゃいましたって方もいらっしゃいました。まあ、あの、それでね、お役に立ったんで、こちらは、あの、何よりなんですが、えー なんでしょうね、やっぱりあの大丈夫だって方はいいんですが、何を言ってるかがあ、のあの話だねって分かる方はいいんですが、そうでない方は念のためチェック。開発許可でね あの後半部分の,その手続きのところはね結構できない人もいるかもしれませんが、前半のねどういう場合に許可がいるのかいらないのか、前半って言いますかね、そこを落とすと痛いですから、2段階で考えるんだっていうことを痛いというのはみんなできるところですからね、試験というのはやっぱりあのみんなができるところを着実に取る、みんなができないところで少しでも上に上がっていれば、ライバルに差をつけることはできるわけですね。 それと、だからまあ開発局を落とさない方がいいという話と、国土法と農地法を比べてみればって、比べて理解っていうんですが、あの、それぞれの目的が分かってればですね、例えば予約とかですね、建築条件付きをどう扱うのかっていうのは、すっと分かるはずなんですね。ですからあの えっとまあ、あのなんでしょうね、条件付きの時に、えー、どの段階までに、うん、許可がいるのかとか、農地法であればね、えー、国土法であれば、いつから2週間以内に届け出するのかという話についてです、ね、あのまあ、国土法、農地法のそれぞれの趣旨が分かっているかということを、えーまあ、聞いた。あの ま、動画です。で、あの、まあ、それと合わせてですね、確認して、他にですね、例えば、国土法の届け出がいるもの、いらないものっていうのをですね、まあ、理解を進めていただければと思います。農地法もですね、えっ、ー、と、どういうものが許可がいるんだってことを確認になるはずです。まあ、分かっている方はそれぞれいいんですが、まあ、そうでない方、ま、ぜひ確認しておいてください。えっ、ー、と、それから、あっ、 これですね最後、です2、4、5、6、7、8本目ですね、統計ですね、これはぜひ見てくださいね、これでで、もう見たよって方が、あの結構ご,ご覧になってるんで、えー、見たよって方多いと思うんですが、とにかく統計は絞るということと、んまあね、傾向をしっかり押さえてくださいということで、えー、お話しております。であのノートというのをです、ね、今やっております、ノートであの聞いて覚える宅県紙で聞いていただければ出てきますがあの、音声をダウンロードできて、ですねあの3回あの繰り返して、えー、聞くということができますんで、 まあぜひ見てください。あの、まあ YouTube の内容とほぼなちょっと詳しめなね、えー、っとなんだっな、うんとレインズの話とかも入れてるのかな。まああのあんまり増やしすぎてもですね、も、ま、う、あ、覚えきれないんで、ただ念のためということであの大事なことを入れております。まああの YouTube 活用していただいてもいいですし。 あのね、ノートの音声あの、活用していただければ、もっと嬉しいですが、あのぜひ1点必ず取るという気持ちで,です、ね、いって望んでください、であのいやこれ以外絶対出ないのか、そういう保証はないんですが、あの今回、の YouTube で言ったこと以外のことが出てもですね、 まああの大部分の人はできないはずです。あのなんでしょうね。まあ、合否に影響を与えない問題になると思いますので、ただあの、今回、YouTube で言っているところができないとです、ね、これ、大きな差がついてしまうので、しっかり見ていただければと思います。統計の問題は必ず確認してください。 はいえーとまあ、8本の動画ね、あのおす,すめ、えー、見直してくださいとお勧めしておりますが、えー、何よりも大事なことですね、あのこれから、これご覧いただくのは10月4日配信なんで、まあ、試験まで約2週間ということになると思いますが、書いてますかね、今出てますけどね、あの大丈夫だという気持ち、自分はやれるんだ、合格できるんだ。 この気持ちを強く持つことが大事です。あの合格できると思えれば、あのいつも言ってますけど、ねあの、信じる力が強いほど合格できるんですね、うん。自分を信じて勉強を続けてください。大丈夫だと。で、あの動画を見て、ね、確認して、えーと、テキストをです、ねえー、読み直して、しっかり勉強して、ですよね。まあ、30日完成。こちらの方も、あのー、30日完成だったら2週間でなんとかなりますから、しっかりあの自信を持って勉強を続ける。それをぜひやってください。 はい。えっ、ー、と、ちょっとこれお知らせなんですが、えっと、この今、中村紀子チャンネルでですね、動画をお送りしてますが、まあ、2024年についてはですね、あの基本的には今日の動画で、えっと、中村紀子チャンネルの方が終わろうと思います。で、あの、勉強法、えっと、1週間前と、うん、1日前のお話をですね、このサブチャンネルというのがあるんですね。まあ、そちらの方でお送りする予定ですので、あの、今後ちょっとそちらをご覧いただければと思います。で、すでにですね、あの、ラスト1ヶ月前ということで、 まあ、サブチャンネルでもお送りしてて、ご覧、結構たあの多くの方にご覧いただいているんですが、ちょっと運用講師、2025年と以降のことになるんで、あの受験のことになるんで、皆さん方には関係ないんですが、皆さん方は年二し2020年合格するんで。 えっとちょっとまあ運営方針あの、メインチャンネルとサブチャンネルの使い方を変えることを考えております。まあ、それはさておき、それはさておき、えー、っと今日ご覧になって、動画をご覧になっている方はです、ね、まあ、8本の動画、ぜひ見直していただきたいとと,ともにです、ね、サブチャンネルで、まあ、あと2本お送りする予定ですので、えー、そちら、お付き合いいただいて、合格を勝ち取っていただければと思います。はい、スッキリッでででで点突破第37回はこれれ終了ですお疲れ様ししした合格目指して頑張りましょう 動画をご覧いただきありがとうございましたこの動画が参考になったのであればですね、えー、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いしたいと思います、えー、さらにですねコメント欄ですねあのこちらもなかなかお返事できていないんですがいつも大変励みになっておりますさらにさらにお願いできればですね、えー、Amazon のレビューですね、まあ、こちらの方もあの本を書くなかなか大変なんですが、えー、励みになります、えー、合わせてお願いできればと思いますよろしくお願いいたします